それでは委員会をを再開いいたしままますす次にに一般質問を行います8月6日までに島本委員からコロナ第5波感染拡大における医療体制および飲食店等飲食店舗等の対策認証制度について青の委員から京都市電子感謝券についておよび令和3年度個人市民税の均等割減免制度および 少額所得者減免制度対象者へのお知らせはがきについて寺田委員から飲食店の感染防止対策認証制度について湯浅委員から熱海市で発生した土石流災害を踏まえ実施した市内緊急点検の結果についてそれぞれ一般質問の申し出がありましたそこでお申し出いただいた項目を踏まえ 島本委員、寺田委員の質問について関連するものとして、連続して発言いただくこととし、まず島本委員、寺田委員の順に通告のあった質問と関連質問を行い、次に青野委員、湯浅委員の順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。この一般質問の質疑時間は、答弁を含め1人当たり10分以内といたしますので、10分以内に質疑を終了していただきますように、ご協力願います。 また関連質問も同様の取扱いといたします。なお申し出があった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは、一般質問を行います。まず、コロナ第5波、感染拡大における医療体制および飲食店舗等の対策認証制度について、島本委員、どうぞ。はいいよろししくお願まますす、まあ、つのの件ですんで、えー、ちょっと、まあ 時間的に厳しいんですけども、まず1点は、もうこの感染第5波ですね、これについて医療体制についての質問、2、3さ、させていただくうちの1つが、ですねワクチンの供給体制ですね、まず、<laughs> 一時ですねあの、市の行政の、そして皆さんのご努力、そして市民の協力、そして医療関係者のご努力によって、ですね、えー、とあの国の予想を上回るね、 あのまあ、京都市だけじゃないけどね、ないですけども、あの供給、えー、と接種が進んできまして、でちょっとねその、予定より上回ってたので、供給待ってくださいと、そこまで早く進むと思ってませんでしたというようなことで、まあ、元そもともとの予定通りだったのか、あのワクチンがこっちが早かったのでね、ストップした状態になっております、ここでね、ストップされても、こっちはこっちでね、どこも困りますので、先般、あの聞きましたら、たまたま。 先週の僕聞いた木曜日やったかな、伊、えー、吹大義氏、我が深い党の伊、えー、吹文明元衆議院議長、えー、ちょうど京都と帰ってこられたとき、えー、用事があって、私、会ったときに、門川市長が。えー 要請に来られて、わざわざときを来られて、まああのね、そういう状況のところに止められて、なかなかあんまり進んでなかったところに優先言うのがどうなんやというのであの、ちゃんと頑張っているところには、それなりの供給量お願いしますというような、そういった要望を受けたので、ねあの、厚生労働大臣にしっかりその辺のことも踏まえてです、ね、取り組むように、供給をしっかりするように言っておきましたよというお話がありました。 見通しはどんな状況になっているか、その辺のところ、情報ありましたら、よろしくお願いします。伊藤防災危機管理室長 せん、はい、ご紹介いただきましたとおりあの、国からのワクチンの供給が遅れたということで、7月に大きな影響が出て、医療機関での予約キャンセル、それから、えー、集団接種の体制も一縮せざるを得なくなったで、8月からはそれが再開されたものの、現在、国から指名されているものがやはりまだまだ不十分だということで、あの市長自らあら要望に行ったものというふうに、保健福祉局から聞いております。その場ではは京京都都市市からは、えー、と京都市が 抱える実情例えばその住民基本台帳以上の方に接種,を接種しているという特徴があるとか、あるいは希望する方、すべての人に必要なワクチンを迅速にくださいと、でまたそれを打つ体制は十分整っているということを訴えて、好感触というかあの、検討いただくというような反応があったというふうに聞いてございます。 山本委員。まあ,あのしっかり引き続きですね、供給の方を訴えていただいてですね、えー、少しでも早くね進むようにご努力をお願いしたいと思っております。今本当にあのこの第5波、えー、と呼ばれる感染拡大が、えー、第五波が来ておりますけれどもね、これにつきましてね、まあ、国の方ではあの本当に必要なまあいろいろな報道があって。 えー、入院の調整のことですね、入院調整のこと、えーね、あの政府の方ではですね 重症化リスクが低い中等症以下の感染者を原則自宅療養と、原則ですからね、これと最終的には自治体の方でで判断してやってくださいということですけど、これはそもそもあの感染爆発してね、大変な状況になったときに、医療崩壊を起こして、本当に必要な人に、本当に必要な医療が提供できないような状況を抑えるために、今までは感染された方は全てですべてホテル、または入院というふに にししておりましたけども私、以前から言ってますように、そこまでしなくても、えーね、あのー、在宅医療でもですねしっかりとした治療なり、えー、対処をしておけば、ですね重症化することはか,かなり抑えられるはずでありましょうと、これ、えー、去年か、こ、えーまあ、今年かな、あの声高にここでも何度かお,さお,お話しさせていただいておりましたが、まさにこの通りのことで、ですねあのしっかりと、えー ね、進めていただきたいと思っているんですけれども、ただ心配されるのはも、もっともっと増えた場合ですが、どうも先ほどのそ一番最,最速の数値見てた東京は、まあまあ、がたンと減ったから、ピークアウトした。 まあ京都市もかなり減っているようです、京の部分はね。だからといって、ピークアウトした後ちょっとまだ油,油断を許さない状況ではありますけれども、京都府の方ではですね知事の方ではですね当面は従来どおりの入院調整を行うということでですね、今までどおりで、え、ー 対応できるというような話ですけれども、これ、京都市の方でで、すねまたふに対して医療の方医療関係の方とですねどういった協議されているか、市内の状況ですね、今のところ、ですねどういった状況、割合ですね、まだしばらくは、しばらくというかあの、大丈夫な状況であるのか、こういった入院調整がかなりですね逼迫したところまで来そうな、えー、ね、 あの予測もあるのか、その辺が一番市民にとっては気になるところですので、状況をお教えください伊藤いあ長。本市ではこれまでから、やむを得ない事情により、在宅療養を希望される方を除いて、入院していただく、宿泊施設に入っていただくという、この原則はあの現時点でも変えてないというのは、不審で確認しておるところでございますしかしかながらあの連日100人を超えております。 から最新の数字で言いますと、在宅の療養者は1500人に近づいていると、そんなような状況でございますので、速やかな調整が難しくなっているというのは、これ、否定的な状況かなと思ってございます。 また自宅療養者に対しましては、保健所からは電話による健康確認、府からは訪問診療チームによる巡回とか、パルスオキシメーター、生活物資の提供などが行われておりますが、数が増えると健康確認でありますとか、訪問診療への影響がやっぱり心配されてきますので、 あのまだ一方で、数字だけ見ると、宿泊施設はまだ満室になってございません、この辺の活用も含めて、一層医療提供体制を充実するよう、えー、新日市から風にも申し入れして、協議も始まっていると、このように聞いてございます島本委員。まあ国の方の方針はね、東京とか大阪とかね、いろいろなその地域事情もあって、 の上での話で一律にね全部そうしてくださいという話ではないと、これは断言しておられるわけですし、また状況を見ながら、京都の方はそこまででないというお話でしたけれどもね、万が一、さらなる拡大等々の状況になったときのために、入院調整なり、自宅療養者増えるかもしれないということで、今後さらなる感染者の増,強増加に備えては、この自宅療養者のケアの強化というんですか、そういうところ、しっかり体制を作っておいていただきたい。 ちょっとこればかりしてた時間なくなってきたので、もう1点は、えー、飲食店の認証制度ですね、これに関して、7月19 5日に1日にですね京都府の方発表された、しっかりと国が示す基準とか、業種別ガイドラインに基づいて38項目の認証基準。これれでですね、あのー、取れたら 認証されたらですね、えー、まあお墨付きというようなことになっておりますけれどもね、えー、せっかくね、まあ、まあこういうのを取れたんでしたらね、手間暇かけて取った安全であるということになるんでしたら、今後のです、ねまあ、時短要請とかお酒提供とかの、ねえー、まあ除外であったり、まあ、対策していない店との再稼と 区別するちょっと違うをつけるとかですねそういったインセンティブっていうんでしょうか何らかの、まあ、取った取得権益という言い方したらいいのかなその辺も考えていくべきじゃないかなというのが1点と、まあ、あの小規模小さなお店とか個人経営者ねそういったところでも、えーね、取り組みやすい取り組みやすいというか大きなところは手間暇お金予算かけて取れるけども,もう1人ではとてもできないよというのではこれはもう小さいところが大変ですのでねその辺 的なことにしていただけるのかかどうか2点目ですね続いてしまって申し訳ないですがあのこれがねまたあの料亭の大変なすごいなんかミシュランみたいなことを独自でねしておられるという報道もありまして独自の安全基準というのをね100項目でこれがちょっと市民区民にとっては。 なんかダブルスタンダード的などっちがどうなんどっちが統一できひんかったのかなとかね思うところも正直なあの素人感覚で私たちは一飲食店を利用する者としてはまあこんな料亭とか滅多に行けませんけれどもあのこういうのが20人あるというのもちょっとその辺調整できなかったのかな。 こういうところのこそは小規模店、個人店とかは全然無理なんだろうなと思っております、その辺の見解、何かありましたら、ですね、えー、時間ありません、すみません、あの続きはまた寺田議員が、えー、質問もしていただきます答えられる範囲でよろしくお願いします。伊藤 はいいままずこのの認証の活用でございます国の方からは、この制度を全国に作るように指示したときには、この制度が一定復旧した後には、コロナ対策における要請内容に差を設けることも想定はされてございます。ですが、現時点でおいては、まだ復旧状況も全国でまちまちでございますし、そういったところでは今、至っていないというところでございます。それから不能認証の38項目に の取り組み、あの小規模店店舗でもあの取り組めるような内容になっておるとお認識しております。あのできる限りの対策を立てていただけるかなと思ってます。それからあの両店、えー、でのあのさらにハイクラスなあの、えー、基準につきましては、あの、えー、自主的な自主的な取り組みとしてあのやっておられるというふうに、えー、認識しておりますので、特にあの、えー、行政の方からあの、えー、何かもうもすつもりは今のところございません。 いて飲食店の感染防止対策認証制度について、寺田委員どうぞ。島本委員とちょっとかぶったんで、あれなんですけれども、今は質問あったところ以外のところなんですが、まあ、今ちょうど。 えー、7月21日から8月31日までということで、ちょうど今、申請期間やと思うんですけれども、これ、京都府の方から、ですね今のまあ申請状況とか、どれくらいのこう、まあ、量があるのかとかな、その辺はお聞きになっているでしょうか伊藤長、はい、あの最新の数値では、772件のお店からの申請が届いておりまして、そのうち192件については、 認証が終わって、えー、認証したというような状況と聞き取っております寺田委員、これ、すみません、あの大体対象店舗ってどれくらいっていうのは、あの把握されてるんですか、ね、伊藤市長。はい大体一番、京都市内で1万3000店舗が、えー、対象になっているというふうに想定しております寺田委員。 ということで、まあ、1万3万三千のうちでまだ772しか出てないということですから今後、かなりその、まあ、後半といいますかあとこう増えてくるのかあるいはまあこのままそこまでの,この認知症制度を重視、ね、されずに終わってしまうのかというところなんですけどそのあたりはその京都府と何かこうお話しされているあるいはまあこう京都市内のです、ね、飲食店の,方の反応とお聞きになっているところありますかね。伊藤 はい、あのこの制度は京都府が所管でございますが、構築に当たりましては、我々の方にも相談があって、京都市内が大半,大半ということで、実際に相談がございました、その中では、あの制度はつく作るものの、そのインセンティブというか、メリットが、今のところは認証店ですよという表示、それからあのホームページの公表、これ以上のものがないので、なかなか伸びないのではないかなということは、あの富士でちょっと、えー、共有している事情でございます。寺田委員 なんか私の感覚からするとね、そういう意味ではこう遅いというか、今はもまさに申請期間なんでね、そのあたりは、まあ、申請する側がです、ね、どういうメリットなのかなとか、こう申請したらどうなるのかなということが分からないとです、ね、申請し、まあ、されないと思うんですね。その辺はなんかこう全部 あの申し込期間申請期間終わってから、ですね実はこの登録してる方たちにはこういうことしますよということは後出しするとね、これは非常によくないと思いますし、私自身はね、やはりこういったことは申請期間中にね、まあ、別にあの100%すべてを、 あのななんていうかこう示す必要はないかもしれませんけど、まあ、こうしたことも、まあ、考えてますとかね、まあ、もちろんそれは確定ではないかもしれませんが、一つの方向性とかを示さないとね、やはりこれも、多分も手続きでも、そんな簡単なもんじゃないんじゃないかなと思いますし、一定のご負担もあるやろうし、ただまあ、今、ちょっとまん延防止期間なんでね、今の間に、 申請を、まあ、ある意味された方がですね今後、例えばその期間終わってから、ですねいろんなことにプラスになるとか、そういうことがなかったら、なかなか申請いただけないんじゃないかなと思いますけど、そのあたり、いかがでしょうか伊藤市長あのおっしゃる通りだと思います。あの8月31日までを申請期間と 知っておりますが京都府からはこれが本当の最終というよりかはそれまでに第1次の募集ということであの一旦の期限を切っているというふうに聞いてございます、あとその先ほども申しましたが具体的なインセンティブが可能性も含めて示せていない。 これはまあ,ある意味、数が伸びない理由かと思いますのでまあただ、公の立場でどこまでにおわすみたいなことがなかなかしにくい中でどういった形でそのこの制度に入ってもらえるかあの今、先生おっしゃってたとおり一件あったら30分から40分かかるような非常に綿密な調査だと聞いておりますので今の時期こそあのそうやって先に資格というか認証を取ってもらうというのは大,大事なのであの指導法としてもあのこういった制度があるので。ああ 申し込みしてほしいということは訴えてまいりたいと思います。 やはり、ね、こう自衛するものにしては、先々の見通しやと思うんですよね、ですから、こういう今の時期にむしろこしっかり認証して、ですねそしてまたいろんな方が飲食店に来ていただけるようになったら、しっかり感染したらできてますよ、認証店ですよってことをすれば、ですね安心して皆さんも来ていただけると思います、まあ、そうしたことをねやっぱりしっかりやっていかなあかんのと、私自身、これ、相当早くから言ったんですよ、音声でやるべきやっていうのまね、でまあようやくスタートしたのかなと思うんですけども、あのまあ実際ね、 これからあの海外見ててもそうなんですけどね、いろんな形でやっぱワクチン接種したあことが、まあ、例えばその店の入店条件になったりとか、いろんなこ,うことがあります、もちろんワクチンパスポートについてはねあ、そうした差別の内容とか、いろんな、もちろん一定のです、ね、配慮は必要かもしれませんけども、ただ、現実問題として、ですねそういうワクチンが普及してきたら、ですねそういう話もなってくると思います。で以前もワクチンパスポーの,この 件も質問しましたけどね、まあ、これもそうですし、そうしたワクチンに対することもそうなんですけど、やっぱり飲食店だけ、まあ、に限りませんけども、そういったことっていうのは、その時が来てからね、慌ててやった方、遅いんですよ、そんなのは、今の間に、ですね例えばワクチンなんかでも受けた人は、証明出して、ですねそして行って、この日が来たら、まあ、それが使えるようにするとかいうことも必要やし、その申請の集中を防がないという意味ではね、そうしたことの検討というのはどうなんでしょうか。 ご指摘いただいた点、ごもったものだと思います、あのちょっとあの周知の仕方ですとか、あるいはその公募の期間の区切り方とか、あのその辺のあたりをちょっと京都府とも相談してあの工夫してまいりたいと思います。 委員まあその辺もね、まあ、これが第1弾なのか、また第2弾、第3弾というこの募集が始まるのか、よく分かりませんけども、まあ、その辺はね、やっぱりその申請する側の気持ちもありますし、あのまだ第2弾、第3弾が来るんだったらというのを待ってしまったら、第2弾、第3弾の申請がなかったら、これ、大変なことになりますし、でそのあたりも、ですねやはりそのうまくキャッチボールできないと、行政に対するですねやっぱ不信感ばっかりが増えていきますんで、そのあたりですね、お願いしたいと思いますし、やはり大事なのは、 この認証することが大事なんじゃなくて、認証店を増やすことによって感染症を抑える、そして安心してですね多くの方がお店行っていただけることが非常に大事なんでね、その目的のためにもしっかりと、まあ、これ、まああの、京都府のことなんでね、皆さんにしたら、まあ、なかなかですねピンポイントにこう言えないと、これは辛いかもしれません、ただ、どうしても基礎自治体なんでね、これは、やっぱり京都市のいろんなことはです、ね、京都府と連携しながらやっていくということは、これはあの大切なことなんで、よろしくお願いしたいと思います。 西田管理え危機管理官。はい、あの大変大事のご指摘いただきましてありがとうございます。あのこれはあの先生おっしゃいましたように、あの、えー、真面目に取り組んでいらっしゃるお店が増えていくことまず大事であります。ですので、まあ、少し落ち着いたフェーズになっていく際にどう出していくのか、い今ことを京都府と今とも今も議論しているところでございます。し、あのお店を。 利用される方々が安心して利用できるように促進できるの方向でやっていくのがまずいいんちゃうかなとまあ、そんなことで今相談しているところでございますのでぜひこれインセンティブ必要だと思っておりますあの、えー、光るべき時期に出していけるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います以上でございます平田 あの今おっしゃっていただいたように、まさにそれが私は行政の一番大事なところだと思います、あのルール守らずに、ですね開けてる店もありますし、その店行ってる人もいる、やっぱりそれはね、ルール守ってる人からすると、やっぱりな,なかなかこう納得できない部分があると思います、かその中で、しっかりとルール守る、しっかりとそうしてやっていく人に対してです引かり合っていくということが非常に大事だと思いますし、こういうお店が増えたら、ですね本当に京都もですねその安心したお店が増えていくと思いますので、よろしくお願いします。 えー、以上の、えー、質問に関連して他にございませんか、どうぞ、宇佐美宇佐美委員美委員。あよろしくお願いします。まあ、あの今、第5波ということで、まあ、感染、陽性者数がずっと増えてきてるわけなんですけれども、あのちょっとまあ状況確認なんですけどね、であのまあこれ、今、デルタ株がとかいろいろな話があるんですけれども、 今、あの実,際まあ、実際は保健福祉局で、ね、現場をやっていただいているわけですけれども、まあ、全体の状況認識としてどうなのかということであのお伺いしたいんですけれどもまずあの1つはいろいろ濃厚接触者の人を、ね、ずっとこうもう本当に追っていただいてやっていただいているわけなんだけれどもその濃厚接触者だとこう、えー、確定する作業自体が、ね、その今、 えー、どの程度今できてるのかと前やったらもう100100% 100できてたよとまあもう今も6割5割ですよとかその辺の状況がまずどうなのかなどういうふうにまあ今日総体としてね今把握されてるのかっていうのがまず一つそれともう一つその濃厚接触者とまあこの方になったなという時にその方にきちっと連絡が今取れてねその方にちょっと検査を受けてもらえてるのかねこれがねちょっと非常に今心配なのは以前やったら結構みんなね そうです、ね、っていうと、自宅にいたりとか、ちゃんと検査を受けてもらったりとか、最近もそういうふうな状況なのか、もう例えば連絡も取れへん人が増えてきてるとか、検査もなかなかしてもらえてないとか、その辺のところっていうのは、どういうふうな今、状況になってきているのかなと、その辺について、ちょっと今のご認識をちょっと教えてもらいたいんですけれども、いかがでしょうか伊藤室長、はいあの。詳細はちょっと保健福祉局になるんですけれども。 まずはその感染の者数が増えている中で濃厚接触者の調査、いわゆる積極的疫学調査ですね、あのこれが負担になってきているのは事実でございます。まあ、あのこれまでの感染の波の経験から保健福祉局においてはその感染者数の数に応じて、町、えー、内での応援体制やとか、 あるいはその民間の保険者の活用やとかいうことで疫学調査が速やかにできるような態勢を、えー、取っておられますし、あとえっ、ー、と最近ですとあの IHE ト京都のアイヒートということで、えー、看護系大学の方に疫学調査でありますとか自宅療養者への電話による健康確認こん,こんなにも取り組んでおられます。またあの施設施設単位ですけれどもこういったところで患者が起きれば濃厚接触者はこの周りの こという累計をお示しした上で感染が発生した場合に施設の側から濃厚接触者はこの方だと思われますが間違いないですかというようなことを市のほうに言っていただいて簡単な確認でその人を濃厚接触者とするということでかなり感染者が増えてもい響のないようなことはやっておられます。であの2つ目ののおっししゃいまたそ人に対する連絡が えー、取れない場合があるかとか、すみませんちょちょ、その辺のところは、あのリアルな状況まではあの把握してないというのは実情でございますあの結局ね、あの心配私もいろいろ聞いてて、心配しているところがあるのは、その結局、いろいろ頑張ってやっていただいてても、その濃厚接触者の方がもうどっか出かけてしまって、連絡取れへんとか、検査に協力してもらえないみたいなことがね。 そういうのが増えてくるとこう自動的にです、ね、やっぱりこう感染の拡大にこう拍車をかけてしまうこともあると思うんですよね。だからそこはやっぱり一度ねそこはしっかり京都市としてあの状況を把握していただいた上でそこで、まあ、例えばそのやっぱ市民の方に、ね、改めてそういう協力を、ね、しっかりやってもらいたいということもあの状況も、ね、あのきちっと把握していただいた上でもしそういうことがあるんだったら。 あのやっぱりそれはあのきちっとあの発信してもらってやっていかないとその結局その、陽性者の人以外は、ねそのまあ、かかってるかかかってるかわからない状態でわーっとこう動き回られてるとそれはもうより一層こう歯止めがかからなくなるその恐れがやっぱりあるんじゃないのかなというのはあの非常に危惧しているところなのでそこはちょっと確認していただいて必要に応じてやっぱりそこはあの市民の方 にに対ししてて発信していいいいたただきたいなという,ふうに思まますこれがまず1点目それと2つ目なんですけれども、まあ、さっきも自宅療養の話が出てましたけれども、まあね、今これ京都風産の8月8日の数字見てたら1622人って書いてあるんです、まあ、まあ当然ドワッと増えてますからそんだけ増えてるわけなんですけれども、まあ、先ほどもちょっとご答弁の中であったその自宅療養者の人に対するその対応の部分で電話連絡とかね まあ保健所の方から取っていただいてると思うんですけれどもなんかこれ聞いてるとなんか前は1日1回は取ってたみたいな話なんですけども今人数が増えてて相手さんがえ要するに数日に1回ぐらいしかもう取れない状況にあるかになんか聞いてるところもありましてね。また一方でその まあ振動なってきたらこう当然電話かけるわけなんですけれども電話かけたらこのまたつながらないというかですねそういう状況、もともと電話前もまた混んでしまっててつながらへん中でその定時的なその1日1回ぐらいの連絡も今できない状況にあるようにね私はちょっと聞いたんですけれどもその辺については今、把握状況どんな感じですかね。伊藤市長 はい、あのこれもちょっと保険福祉法でないとわからない部分があるんですけれどもあの、想像しますよに、ね、やっぱりあの感染者が急,急増していますのであの、個別のケースでは電話がつながらないとかいうところはあるのかなというのは想像します。はい、あというかあの、電話がつながらないのではなくて、かけてないという話なんですよね。であのやっっぱそそこはねちょっとその これはもちろん保健福祉局さんの話であるんだけれどもやっぱその例えばその地域の医療機関なりとか、ね、そういったところの協力を得てその、まあ、あの連絡体制を、ね、充実させていくとかこれも一極集中にこうずっと今なってきているわけなんだけれどもこれ実際に、ね、今、議論としてあるのはこれ医療行為を、ね保,健あのね、保健所のほうで、まあ、今やっている状態に、えー、なっているんじゃないかと、まあ、これ法律上の話なので別にいいとか悪いじゃなくてです、ね。それやっぱりその 地域のお医者さんの方にそういったそのまあ電話での問診というかですねそういったものをお願いしていくとかやっぱりその体制を広げていかないとこれは保健所も含めてやっぱり京都市の,その職員の皆さんの負荷がねこれも一気にドーンと上がってるわけですからそこはやっぱり少しその体制もね見てもらいたいしやっぱそういう自宅療養の方が安心して療養できる体制 っていうのはあは、検知してもらいたいなというふうに思うので、その辺はちょっと状況確認も、ね、含めて、えー、しっかりまたあの、総体としてまとめていただいて、状況についてもまたご報告いただけたらなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか伊藤市長、はいあの。まさにこの1週間 ところで急激に増えてますので、ご指摘のようなば、あの、患者さんはいらっしゃったかもしれないというふうに想像します。まあ、あの、先ほども答弁しましたけれども、先週あたりからは、あの、あの、えー、と、アイヒートで、実際にその方々には、その電話連絡なんかの業務も従事していただきますし。そういったところで、まずはしっかり疫学調査、え、それから、えー、と、陽性と陽性での自宅療養者へのケアを、しっかりしていくと。 であの地域の,あの医療機関につきましても、えーとえー、身近な医療機関に相談の上えー、診療検査ができる体制ということで、えー、7月,7月の19日現在の数字ですけれども、えー、負荷71件。 約71箇所の医療機関にご協力をいただいているということで、そういったあの医療機関での取り組み、それから職員の中での取り組み、民間の保健師の活用さんとか学生さんとかそういったところで増えていく規模に対応していくというような基本姿勢だかなというふうに思ってございます。ありがとうございます。まああのその辺またしっかり状況もあのこれ刻々と変わってきてる話だと思いますんで、あのその辺あの行政当局としても 全体取りまとめという意味で、しっかり確認もしていただいて、必要な措置をですね、柔軟にやっていただきたいというふうに思いますんで、ちょっとそのあのお願いだけして終わりまほかにございませんか、なければ、次に京都市電子感謝券について、青野委員どうぞ。青野委員。 えーとあの私の方からの京都市電子感謝券についてということで、まああの、これは行財政改革計画の、ね、中にも挙げている項目でありますけれども、まあ、いよいよこれ、まあ、ふるさと納税の新しい、ねまあ、返礼品ということで、この8月3日からスタートと、こういうことでございます、まあ、あの5月の半ばぐらいからです、ね、この加盟店を、ね、ずっとこう募集をされて、で7月、 19日現在では366店舗加盟をされていると、こういうことでありますけれども、ちょっとこの加盟店数の,ですねその数が、ちょっと私、感覚的には少ないんちゃうかなとこう思うんですけれどもね、この辺の評価、それから今後、さらにこの広げてねいくべきだと思うんですけれども、このあたりの取り組み、今後の取り組みも含めて、お答えをください。 藤本納税担当部長電子販車についてのご質問いただきましたありがとうございますあの先生からご案内ございましたように電子販車券はあのふるさと納税の返礼品といたしまして8月も3日から京都市で運用を始めさせていただいております今ご指摘ございましたように加盟店舗が増えることがこの電子販車券の、えー、寄付者からのお 申請の一番肝となってございますので、今後は加盟店舗数を増やしていく取り組みを強力に進めてまいりたいと思いますけれども、ふるさと納税の返礼品の基準として定められております3点の基準がございまして、まず1点は地場産品を取り扱っている店舗でなければならない、2つ目はの市内で調理加工された飲食物を扱っておられる飲食店。 3点目につきましては、市内で提供される駅務、いわゆるサービス、これ、宿泊等も含みますけれども、そういうところや美術館等の配管なども含めて、そういう店舗、施設等が対象となってございます。京都市内、数多くのそういう事業者、施設、店舗等がございますので、我々あの直接、中間事業者も含めまして、ダイレクトメールなども送りながら、 しっかりと店舗が獲得、加盟店舗が獲得できるように、しっかり取り組みを進めてまいりたいと思っております。今、366店舗ということでございますけれども、これの、今年度中にはなんとか1000店舗以上は増やしてまいりたいと思っております青野委員。1000店舗ねと、とりあえずはそれ目指してやっていただきたいなと、こう思います。で、あと、あのまあ、これ、当然、このフルーツアート納税をね、していただきたいと、こういうことでありますけれども。 これの,そのいわゆる広報というか、宣伝というか、こういうのは具体的に今、取り組み状況、この辺おお伺いします藤本担当部長。はい、この電子感謝券の周知についてでございますけれども、この電子感謝券につきましては、ふるさと納税のポータルサイトのふるさとチョイスというポータルサイトの方で申請、申し込むことができるというものでございます。 もちろんこのふるさとチョイスの中で、しっかりとこの京都市電子会社券を始めたということも周知させていただいておりますし、9月ぐらいからでございますけれども、周知チラシも作る予定をしております。加えまして、ちょっと場所は今、少し確定していないんですけれども、市外居住の観光客等を特に目当てとしておりますので、地下鉄のターミナル駅等にもしっかりポスター等も貼って、これはあの京都にお越しになられてからでも、 申し込みができるというのが利点でございますので、その辺をしっかりと周知してまいりたいと思っておりますこれによって、ですねふるさと納税をしていただけるまあ額とか人数とかですね、その辺なんかこう、こう目標みたいのもあるんですか。 先ほども先生からご案内ありましたように、電子感謝券あの、市外居住者の方が京都にお越しいただいて使えるという代物でございまして、これ、なかなか今のコロナ禍の現況で、なかなか現時点では申請が伸び悩んでいる状況でございますが、先ほど先生からもご指摘いただきました今はこの新型コロナウイルス感染症が一刻も早く収束するのを願いながら、電子感謝券の,この利用をしていただく寄付者の利便性を高めるためにも、 しっかり加盟店舗数が増えれば増えるほど寄付者、この電子会社券、獲得されますと、使い勝手が良いということになりますので、今はしっかり加盟店舗を増やして、来るべき寄付者が京都にお越しになれたときに、しっかり利用できるように取り組みを進めてまいりたいと思っております。青野委員あの結構です今の 県に関連して他にございませんか。えー、なければ続けて、令和三年度個人市民税の均等割減免制度及び。少額所得者減免制度対象者への、お知らせはがきについて。青のインドを。じ引き続きですね、よろしくお願いします。あの、均等割減免制度、それから少額所得者減免制度。この対象の方へのですね、このお知らせのはがきを。えこの七月二十日から。 順次発送されたということで、1、8月9日にかけてということでございますけれども、まず、順次発送というのは、どういう意図があるんですかね、一斉に発送じゃなくて、なんかこう、順次そ、その辺はお答えください。佐藤前部長 はい、あの8月20日から6時に分けて発送しております、これ、問い合わせが集中して、あのまあ十分な対応ができないということを避けるために、あの特段、急ぎのものではございませんでしたので、えー、発送時を分けて発送をさせていただきました青野委員。なるほど、分かりました。あのまあ、これ、受け取られた方ね、対象の方、お、ま、そ、あ、らくびっくりされるというかね、しっかり読まはったらよけい。合わせ、えー、なんか まあ一応、問い合わせに対応する体制をね作っていただいておりますけれども、現時点で問い合わせの有無、あるいはその内容、そのあたり、教えていただけますか。佐藤部長 4月5日現在で157件お問い合わせをいつでもコールと、市税事務所、合計でいただいております、あの問い合わせのほとんどは、あのこのはがきは何でしょうかというご質問をいただくものでした青野委員、これ、なんでしょうかという、ね、問い合わせでど、どういうふうにお答えしてるんですかね、そのでお答えして、その相手の反応とか、そのあたり、もうちょっと詳しく。佐藤部長 あのはがきの趣旨、減免を受けておられましたよということ、減免が廃止されます、所得が変わらなければ6年から課税されたり、税額が増えますということ、で均等割減免については、福祉の施策に影響が及びえて、その経過措置については検討中でございます、まあこういうあの点をご説明をさせていただいております。あのほほぼあののほぼ ワンラリーと言いますか、やり取りで終話しておりまして、特にあのなんか長引いたり、転送させていただくような事例はないように思っております今のところは、まあ,あそうですか、あっちう感じで、あそういうもんですかという、こういうね、感じで今、動いているということでございますけれども、あのまあ、これは、えー、この影響する事業がね、57に及んで。 で中にはもうゼロ,ゼロ負担なかったものがね、この3万7千何本なんぼ増えるとかですよ、月。まあ、こういうようなことに、まあ、対象になった方なんかは,それはまあたた、たまりませんわね、これね。だから、あのー、今後、まあ、これからこの中身については、この影響があるところについてはね、これからしっかり詰めていかれて、まあ、対象になる方はまず把握をされてということでしょうけれども、あのー、それはまあそれぞれの。 保険福祉なりね、あいは子はかなりがやるんでしょうけれども、あのまあ、心配してるのはです、ね、まあ、いくつかの、ね、事業が重なって、で一軒一軒は1000円ぐらい負担になりますと、しかし合算すると、まあ、結構な額になると、負担額がね、まあ、こういうような方もまあ考えられるわけで、まあ、そういった意味では、この行財政局としてね、そこはしっかりとやっぱり、最後まで。 把握をしていいたただきたいんです、ね、でその上でそのお一人お一人に対しての,このきめ細かい、ね、対応、まあ、こういったこともあのお願いしたいんですこれはもう、あのーまあ、去年から、ね、言ってますけれども行政局からスタートしてであとは実際には制度それぞれの事業はまた違う局になりますからねそれでもほたらかしいことは絶対ないようにということでねくれぐれもこう言ってますので、まあ、そのことを重ねて訴えてるわけですけれども。 それに対してのお考え。佐藤部長、今回のハガキでは福祉の問い合わせ14件ほどでして、まあそれもあのまあ特に具体性は。 持っておりませんででしたのでやはりその世帯単位で受ける影響とか、その辺をもう少し実データに基づいて掘り下げて、必要な経過措置をしっかりと検討していく、まあ、その作業がまだこれからですけども、必要だというふうに思っています。で、あのその上えで、必要な経過措置をしっかりと講じられるよう、これはあの税務部の問題だけじゃなくって、全庁を挙げてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えてございます。あのいい あのよろしくお願いしますのでまた都度ねあのその状況報告なんかもしっかりやっていただきますようにお願いします以上ですこの件に関連して他にございませんかなければ次に熱海市で発生した土石流災害を踏まえ実施した市内緊急点検の結果について岩田委員どうぞ岩田委員 えそれではあの私の方からは、今、委員長からありましたが、熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、実施した市内緊急点検の結果ということで、7月30日にえ防災危機管理室、それからえ農林振興室から都市警官部開発指導課と、この3局というか、3部でえまとめていただいた、この報告書をいただいておりますので、この点についてあの伺いたいというふうに思います。 まあ調査期間は4月8日からまあ21日ということで、緊急点検61箇所実施をしていただきました、簡単にその内容をまずお聞かせいただけますか秋山防災推進担当部長はい改めて発生した土石流災害を踏まえた緊急点検でございますけれども、あの全部で大きく分けますと5つございます。点目がです、ね、いわゆる開発行為とこれはあの 都市計画部による開発許可であるとか、それから託造許可であるとかいうものですね、それを受けて、民間が実施している工事の、これ、自主的な安全点検を行っていただき、また必要に応じて職員が立ち入り検査をしておのですけれども、これは15件、15箇所、それから2つ目が、ですねこれ、土砂法の関係になりますけれども、3000平米以上の土地の埋め立てについての箇所でございますが、これ、3箇所ございまして、これにつきましても、民間が実施している土砂の搬入に関する、 これは立ち入り検査をさせていただいておるということでございます。それと少し飛ばしましあの、えー、と違反造成がございまして、これについては主に宅造法の関係の違反でございますけれども、これにつきましては、16か所やらせていただいておりますで。これにつきましては、職員による立ち入り検査および違反指導ということでございます。このつつにつきましては 民家であるとかですねそれから道路であるとかそれから渓流となる河川であるとか等に近いところ近接しているところを選定をして 箇所を決めておるとといいうことでございますそれとあと,、えっと、あと岩石砂利の採取ということでこれは土地の形質変更に、えー、関わるものでございますので、えー、これにつきましても7箇所立ち入り検査の方をさせていただいておるとそれと最後に、えっと、防災重点ため池ですございますあのこれ農業用のため池でございますけれどもこれはあのため池が100メートル未満のところに公共施設と民家等があるところのため池について。 二十箇所、きょ二十カ所ですね。これも職員による目視点検をやらせていただいているということでございます。以上でございます。岩崎委員。はい。えー、大変あのご苦労様でございます。まああのこの熱海の土石流についてはですね、あの今も報道聞いておりましてもあのいろいろとあの課題といいますか出てきているようでございます。今回あの六十一カ所あの点検していただいたということですが、あのだいこれも抑えておられるのがあの現状。 この認識だったということで、よろしいんでしょうか秋山さんと、はい、このほかに京都市内、京都府がですね例えば心理法であるとか、ですねそれから砂防法であるとか、等々でやって点検をっているとってるとがございます、それあの京都市内で18箇所ございますけれども、それと合わせた形の中で言いますと、森戸に関するわれわれがトライアルドクライム7のところですねにつきましては、以上のところで漏らしているというふうに考えております。 はい、そうしますとあの、森林法、砂防法の18か所、これはまた京都府か京都府の方で実施していただいているという認識でよろしいですかね、はい、であの今、あの報告いただきましてあの、異常はなしということでございます、第1点、気になるのがです、ね、違反増生16か所ということで、あのまあ、災害発生要因となるような異常はなかったということで、あのまあ、安心はするわけですが。 あのー、やはりこの違法の状態であるということでございますので、えー、ここはやっぱりあのしっかり解消をです、ね、あのしていっていただかないとあのいけないかなというふうにあの思っております、えー、特にあの昨日もあの台風といいますか、えーあのね、大きな被害はあのなかったんですがあの、3名の方がこけられたりとか、ということで怪我もなさっているようでございますが、えーまあ、いろんな意味で。 これからもまだ台風シーズンは襲ってくるわけでございますけど、この違法指導ですね、これやはりできるだけ早く違法状態を解消していただきたいというふうにの思っておるんですけども、この点については、どのようにの取り組みをされようと、行っていかれるのか、伺いたいと思います。秋山さんと部長 はいあの今、先生もご紹介いただきましたように今回の緊急点検ではこの違反増成のところです、ね、についての、えー、災害につながるような異常はなかったとこれはあの主に、えー、例えば、えー、クラックですね、日々ですね。 言っておらないとか、そういハラミらしがないであるかとか、融資がないとかですね、そういうような目線で見て、えー、おるわけでございます。で、この違反増税自体の指導につきましては、これはまあ都市計画の方で行っているところでございますけれども、えー、この違反増税につきましては、我々としましては、違反増税は手続きが煩わしいであるとかですね。 それから法の存在を意識されていない業者さんの方まあさまざまなケースがございますけれども、その法の趣旨をまず理解していただくということの中で、自主是正を基本としてやらせていただいておるところでございます。でただ、その是正指導をです、ね、無視し続けられるとかです、ね、それから造成工事を継続、そのまま造成工事をです、ね、継続されるような悪質な場合につきましては、当然、措置命令、無停止、工事の停止命令などの行政処分によって 指導を行うところでございますで今回のその16か所につきましてはです、ね、えー、まあ当然、緊急点検に異常はなかったとはいえですけれども、安全とは、まあ、将来的にですけれども、将来においてその安全とは言い切れないえところもございますので、まあ、技術基準に適応するように、指導を継続をしていくと、しっかりその自主是正をしていただくということでございます、ただ、ま、だ万が一ですけれども、現場で変異がです、ね、変化があった場合につきましては、安全確保に緊急を要すると。 というふう判断をした場合になりますけれども、えその場合につきましては、あ実効性ある是正措置命令をですね、えー、するとか、まあそういう行政処分による指導に墨染みに切り替えをしてした上でですね、え市民の安全第一を前提としてえ取り組んでまいりたいというふうに考えております。岩佐さん、はいあのですともよろしくお願いしたいと思います。あの現状ではあのまだそこまで行ってないとあ,あいうことだろうというふうに思いますが、あのねあのほどけば どうなるか分からないというようなこともあの常に注視しながらですねあの引き続き、えー、できるだけ早く適法状態になるように、えー、指導はしていただきたいというふうに思いますまたあわせてあの土砂条例はあの3000平米以上ということですがあのやはりあの私なんかは右京区の中でもですね山間地域も抱えておりますので、まあ、あの日頃から、えー、3000平米にかかわらずですね、えー、危険な箇所ってもしあの いろんなことがあれば、ですね迅速には対応していただきたいということをあの併せて要望しておきたいと思いますので、最後、あのもうそれだけ、えー、もう一度だけあ秋山市長からお話しいただけたらと思います秋山担当部長。はい、あの土砂をですねあの守りをするとか、そ,れその前に運び入れるとかいうところで、あの市民の方があのいろいろとご不安を覚えられるというふうなことが、今回の熱海の件を踏,踏,踏まえても、 もしくはその前からもです、ね、あったか、あるかと思います。そういう面につきましては、やはり我々としても、ですね、まあ、法の中でしっかりその適用にやられているのかどうかというふうなことについて、確認をする必要もございますので、また業者の方ともです、ね、そういうの話をする必要もございますので、市民の皆さんのですねご不安をですね少しでも和らげられるように、えー、頑張っていきたいというふうに思っております。 この件にに関連して他にございませんかどうぞ、櫻井委員。えっと、今回、えー、61箇所、えー、調査をされました、そして今も、えー、議論がありましたけれども、えー、違反の造成の部分が16箇所でありますけど、これあの調査場所の公表というのはされないんですか、ね 秋山担当部長あのこの違反造成のです、ねえー、っと,ところにつきましては、現在、の指導中ということもございまして、まあ、あのそこで,です、ね、あの今あ、差し迫ったその危険があ,あるということではございませんので、えー、これはあの、町づくり委員会の方でもでも、ねえー、この議論があったんですけれども、相手との関係も含めましてです、ねえーえー、箇所につきましてはです、ね、公表については差し控えしていただきたいというふうなことでございます。桜井 分かりますあのその中身分かったんだそれとね、あの1つ気になってたのは、あのー、これ、違法と分かってたところを、今回のこの熱海の土石流が発生をしたから調査に行かれたということであれば、あのー、それまでは違法の部分を放置状態になってたのか、そのあたりはどうでしょう。秋山担当部長 えっと、この16箇所を含めて、ですねあのここはあの、えっと、先に見ましたようにあの、家が近いであるとか、道路が近いであるとか、それから土石流の係流となります、河川が近いであるとか、まあ、そういうところを選んで、16箇所を緊急ですので、選緊急宣言させていただいたんですけれども、ここにつきましても、あのこれはもう継続して。 やらせていただいてますので当然そこの場所をつかんその場所それから内容について掴んだ上での選ばれればせていただいたということでございますので5年、えー、の,のためということも含めてですけれども緊急点検の中に入れさせていただいたということでございます桜<井>そうしますと既にその違法場所は、えー、把握をされておったというところの中で今回熱海の、えー、土石流を受けて改めての調査に入られたということで理解をしておきますそれで。 あの今回、熱海の土石流なんですけれども、これ、違法な盛り土が,が原因で、この土石流が発生したということなんですが、ちょっと確認なんですけど先ほども議論あったんですけれども、今回、そうするとこの61箇所はすべて盛り土なのか、あるいはあのこのうちの何箇所かが盛り土なのか、そのいわゆるえ熱海の土石流の原因となった盛り土という部分の中では、この61箇所のうち、中身はどうだったんですかね。 はいあのすて森戸ではございませんあの今森戸のところにつきましては先ほど言いましたようにあのえっと開発許可であるとかですね宅地法の関係の許可を受けてやられているところそれから3000平米以上の土地の埋め立てですねこれはあの土社土社条例の方になりますけれどもそこにつきましては基本、えー、そこはも基本森戸ということでご理解たいただけたと思いますで、えー、違いますのはその例えばそのため重点防災ため池でございますけれどもでこれにつきましてはまあ、水を止めて、えー、ですね 止めてそこで立地の,のためのたムにしておりますのでそこの停滞が結果ね、えその当然あの被害が大きくなりますのでそういうところにつきましても停滞とかですねそれからあ えと掛け口であるとか出水施設であるとかということにつきましては、点検をさせていただいたと、それとあと、えー、と岩石と砂利の採取でございますけれども、これはあの結構大規模にです、ね、採取される際に、あの土地の形質の変更が行われますので、そこについても、ここは両党もと連携をした上でです、ね、ふ、え、風、ー、も死もという点検を今回しようということでやらせていただいているということでございます。桜井 えっと、そうしましたら、まあ、今回、えー、61箇所ですね、えー、点検をしていただいた中で、この点検箇所については、えー、土石流の発生は、えー、っと大丈夫であるという見解でよろしいですかはいあの土石流という観点から、われわれもやらせていただいておりますけれども、ここについては、われわれとしては土石,流その災害土石流という災害復強化すな要因はなかったということでございます。 えっとそれでね、あの今回熱海のケースなんですけれども、なんかあの調べてみますと2時間にわたって、ま連続して土砂流が起こったということであります。で、あの熱海ではなんか避難指示まで発令されてなかった たのですかね。なんか報道によりますとね。で、そういうこともあるんで、あの今後やっぱりこの異常気象に起因する。こういうあの激震災害がまあ本州においても、あの線状降水帯なんていうことが気に起因して発生する。危険性というのは十分にあると思いますんで、やはりあのー？ 本社としてもこの熱海の今回の被害、ですねこれ、十分に調査をして検証していくと、そしてその熱海市からもしっかり情報収集する中で、本社の安全対策に生かしていくことが必要であろうと思うんですが、最後、その点、いかがか、どうでしょうかということをお伺いして終わりたいと思いますい<や>。 はいあの今、先生ご紹介いただきましたようにあの熱海市の例につきましてはですねあの避難情報ですねの方につきましてはこれは我々とちょっと違う取り扱いをされていたということでございますあの我々の,この京都市の方で言いますとここにつきましてはもはるか前にもう一緒に土砂災害警戒情報が出た段階でレベル4ということで。 えー、避難情報を出していいるととうことになります、まあ、あのそれは市によってまた取り扱いが違いますのでそこについてはあのそれ以上のことはございませんけど我々とはであれば避難情報を出しておったということで熱海市のこの例につきましては我々もですねあの非常にあの人材な 被害ででございますので情報も集めながら、ま、ただ、これ、あのここ3つの,の,の組織式書いておりますけれども、あの我々もユニ,ニットを組んで、ですね会議を持ってですね議論をしながら、現在、対応に立たっておりますので、情報も当然集めて、それが我々としても分析をして、京都市の今後の災害の対策に生かしていきたいというふうに考えております。 田中副委員長。田中副委員長。え、すみません、あの、私からもちょっと確認も含めてなんですが。まあ、あの、これ、ですね、まあ、今回、まあ、点検されたところ、をこんだけご法要はいただいておりましたんですが、真、ま、ん、あ、中に。ついてはですね、今、桜井えんと君、報告があった通りですね。ちょっと。 出せないという形で聞かせていただきました。まあ、あの、今回点検に入ったところ以外もですね。おそらく、森土、森土っいうか、たでですね。まあ、土、まあ、千平米以下とかですので。結構やられている地域も、ところもあるのではないのかなというふうに思っておるんですが。そういったところは把握はされてるんでしょうか。秋山担当部長。はい、あの、これまでにですね。あの、大規模森土造成地。につきましては。あ、これは、あの、たえー、っと。 宅地耐震化推進事業というふうなことをですね平成23年度からですね、えー、やっておりましてその中でモリ、盛り土にての規模以上の盛り土につきましてはあ全191箇所にやっておりますけれどもこれについてあのホームページの方でも。 あの都市計画の方にありますけれども、ホームページの方でもですねえ大規模盛戸土造成地マップという形で公表しておりますけれども、そういう形で把握をしておるということでえございます。われ我々としては、のの小さい盛戸土につきましても、ですねいろいろと法に載ってくる、例えば調整地、地雷が調整区域であれば、開発強化を取るのにはですね面積要件等ございませんので、そういうところについてはあのしっかり把握をしておるということでございます。中副委員長 分かりました、まああ,のまあ、その中で,です、ね、やはりこれあの、今回の報告のペーパーとかもいただいておりますと、行財政局だけではなくです、ね、やはり産業観光局、また都市計画局、まあ、また関係あるところでしたら、都市建設局とかもです、ね、関係してくるというふうに思っております、これ、本当に局を横断してです、ね、またがって、まあ、何かがあれば問題が起こってくるというところだというふうに思っておるんですが、そういった連携ですね、しっかりと横でつなげていただいているのか。 それとも個別に対応されているのか、その点、お聞かせいただきたいと思います秋山担当部長、はい、あのこの土石流災害につきましては、あの今まで盛土という観点で、ちょっとこの調査をしておりますけれども、あの全般としましては、ですね先生、今ご紹介いただきました、わ々われ行財政局、それから参考観光局、それから都市計画局、それから建設局も含めまして、調整会議を、対策調整会議を作った上でです、ね、す流れで議論し、また情報を集めながら、今後の対策について、練っておるというふうなことでございます。 分かりました、まああのね、岩瀬委員のときもです、ね、いろいろとこう困っておられる市民が、私れたち、しっかりと寄り添うという形でも答弁いただいておりました、まあ、個別具体的なことは今言いませんけど、まあ、あのそういった形で困っておられるということは、聞いておられる部分があるのか、そういった部分、まずお聞かせいただきたいと思います。秋山担当部長 指導担当部局ですねあの、制度を所管しているところにつきましては、あ日頃からですねそういうふうなあ、いろんな通報であるとか、ですねそれから職員がパトロールで回ってるときに発見したりですねして、また近所の方にお話をお聞きするとかです、ね、でとうとうございますので、そういう形での情報の把握は必要ということでございます。田中副委員長 なかなか、ね、京都市の制度の中だけではです、ねまあ、小さな盛り土とかではです、ね、対応できていないところもやはり、まあ、市民の皆さん困っておられるが、まあ、法律的に対応、指導はするものの強制力がないという地域も場所もあるというふうに聞いております、まあ、あの一方、京都府の方ではでは、ねまあ、指導することによって強制力があるという形で対応されたその結果、まああの、その業者は直したんですけど、まあ結果的に京都市の求めていることはなかなか うんというもらえていないという、そういった部分で京都府とです、ね、しっかりとまあ連携もしながら、まあ、京,京都市内ではです、ね、市の局内ではしっかりやっていただいているというふうに思うんですが、そういった部分でも、えー、府ともしっかりと連携をしていただいていきたいと思うんですが、その点はどのように対応されているんですか。岡山担当部長 はいあのまず最初のちょっと小さいですねあの面積のところはどうかということですけれども、例えばその土砂条例の中で言いますと、その500平米以上のとろにつきまして、その災害発生の恐れがある場合につきましては、ですねこれは災害防止措置を求める勧告を実施できるということもございますので、場合によってはですねそういうようなものも使いながら、小さい、小さいと言いますか、面積の狭いですねところについても、一定の関与関与していく。 いいうこととはできるかと思いますまた京都府につきましては、ですねこれはもう日頃から、あの我々あの災害関係部局、それから建設局も含めてですけども、あの都市計画部も建設局も含めてですし、まあ、産業環境も含めてですけどもあの、いろんなやり取りをしております、その中で、いましたように、診療法であるとか、砂防法であるとか、それからどういう調査をしていくのかというところにつきましても、今回もかなり綿密に連携してやっていっておりますので、今後とも、当然、国も含めてですけども、京都府としっかり連携を組む中で対応していきたいと考えております。 田中副委員長京都市の方も、そのルールを、まあ、なかなかね、まあ、こういった熱海の件があったんで、まあ、厳しくすることができるのかわからないんですけど、やはりちょっと、あまりにもちょっとひどいというところも、私自身も聞いておるところもあります、そういったところはです、ね、やっぱりルールの変更も今後、考えていかなければですね、さらなるちょっと、 あのー、ひどい状況になる可能性があるということを私が聞いているところではあるんで、そういったことも含めてやっていただきたいのと、まああのー、私もこそのとあるところでは府の方にも行きましたが、府はもう指導終わりましたというような感じです、ね、すパッと言われてしまうと、あのー、京都市さんですね、あとはみたいな感じだったんで、すごくその点は残念な思いがしてたんで、やはりそういった部分も新たなルールも含めて考えていっていただきたいと思うんですが、その点はどのようにお考えでしょうか。秋山担当部長 はい、あのなかなかその制度的に新しいものをです、ね、作っていくという形で京都府のほうにお話をしていくという面は、まあ、ちょちょっと少ないかもしれませんけれどもあの京都府との連携という面で言いますとです、ね、例えば今、全然別個のところで,です、ね、あの民地なんですけれども土砂が少し崩れてきているというところにつきましては京都府の京都土木事務所とわれ、ね、我々と一緒に地権者にあたっておるとかです、ね、いうところはございますのでそういう形の中で お互いできるところをフォローしていけるところも、補完していけるところもあるかと思いますので、そういう形の中でも、ですね、えー、しっかりと連携をして、タッグを組んでやっていきたいというふうに考えております。田中副委員長 まあ分かりました、まあ、いずれにしてもね、なんか起こってからでは困りますんで、やはりいろんなところとの連携、そしてしっかりとまあ対応いただける体制、そういった部分はしていっていただきたいなというふうに思っておりますんで、ま,あ、ま,あこのあのまた個別の件に関しましては、まあ、いろいろと他局とはしっかりと話はしておるんですが、ちょっと行財政局も改めてそういった部分も進めていっていただきたいなと思うんで、またいろいろとお話を聞かせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 県に関連するかんか。なければ以上で行財政局を終わります次の総合企画局につきましてはあ、ごめんなさい理事者ご苦労様でしたありがとうございましたま、えー、次の総合企画局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは総合企画局の理事者が入るまでしばらくお待ち願います合わせてこの時間を利用して換気を行います うん、もう5時半に切れるところをな6時半まで延ばしたいん それでは次に総合客関係の一般質問を行います8月6日までに寺田委員から姉妹都市等との,の交流について岩佐委員から大学間連携による新型コロナワクチン職域接種の実施についてそれぞれ一般質問のお申し出がありましたそこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします この一般質問の質疑時間は答弁を含め1人当たり10分以内といたしますので、10分以内に質疑を終了していただきますよう、ご協力願います。また、関連質問も同様の取り扱いといたします。なお、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知をおき願いします。それでは、一般質問を行います。まず、姉妹都市等との交流について、寺田委員、どうぞ。 はいあのまあ、行財政改革もですねあのずっと言い続けていったっていう話をさせてもったんですけどちょっと姉妹都市等との交流についてもかっ、まあ、てから言ってることなんであの特に、まあ、新しい話ではないんですけどねやはりあの京都市に、えーまあ、姉妹都市が、えー、旧都市ですか。 あってまあパートナーシティとかさまざまないろんなところも合わせるともう少し増えるんですけどまあただ、そういったところがですね市民の皆さんとまあその交流が広がっているかとかいうことが非常に大事でしてねこれはやはりあの先般も対南と交流協定といいますかしたときもですね私が言ったのは大事なのはえそのまあ市民同士の交流がしっかりと広がっていくことであってねこれはまあ議会交流協定を結んだとも同じなんですけども それはきっかけに過ぎなくて、大事なのはやっぱ市民同士なんですね。ですから、京都市民がやはりこの9つの都市のことをどれだけ知ってるかっていうことが非常に大事なんですけれども、まあその。 国際のセクションはですね本当にこう一生懸命頑張っていただいて、あのー、ただ、これどうしても9都市ありますんでね毎年だけでも、えー、10年ごとの交流で言っても毎年大体いい1都市ずつぐらいになってきて、まあ、とてもじゃないけどですねなかなか市民交流までその国際のセクションでは難しいだろうということで私にはですねそのいわゆる前庁の中で。 そういったことをしっかりやっていかなければいけないしもちろん国際の方でお助けはいただかなあかんと思うんですけどもっともっとですね各局がその辺を意識してやっていただきたいと思うんですけど、まあ、残念ながらですねその辺を呼びかけてもなかなかその辺が見えてこないといいますかでちょうどあの先般もオリンピックがあってですね非常にさまざ、あ、ま、えー、な選手が活躍されて京都ゆかりの選手もですね活躍されたということで、まあ、京都市のラインの方にもですねそうした選手の活躍があれば まあ、あ登録者の皆さん方に通知がいったということなんですけどもこれもですねやはり各国のですね姉妹都市の皆さん方も、えー、ご確約をされたと思うんですけども、まあ、その辺ですね本来であればスポーツの辺りがまあ,あもちろん全てをね あの補足することができないかもしれませんけれども、まあ、分かった段階で,です、ね、まあ、こういった選手が、例えばキエフ出身のこういう選手がいて、活躍されたとかです、ね、そういったことが少しでも京都市民の皆さんと共有できたらね、やっぱりこう姉妹都市っていうのが、ものすごくこう身近に感じたりすると思うんですけど、そのあたりですね、なかなかこう広がりがないなと思いますけれども、ま,あ、まずあの現状についてお聞きしたいと思います。教 西松国際交流共生推進姉妹都市交流を含む都市間交流については市民レベルの交流,交流が進むことによってそれぞれの都市の市民間の理解相互理解深まってひいた世界平和の貢献 というものにも貢献しますしまた交流を通じて市民の皆様が多様な文化に触れて暮らしの豊かさの向上にもつながるものであるというふうに考えておりますご指摘のとおり市民の皆様の間で定着するためには党室だけでなく全庁が連携してそれぞれの部局が連携して意識した取り組みを実施していくことが重要であるというふうに考えております全庁での取り組みについてはこれまでから 日常的な連携もとより町内会議のバートンも活用しながら各局に働きかけを行っておりまして長年にわたって教育委員会が行っていただいている京都市の児童と姉妹都市児童の絵画展等に加えまして近年では例えば市内図書館での姉妹都市関連の図書の紹介であったりパリ市との伝統工芸アーティストとの交流 あるいはボストン市とのライフサイエンス分野での交流など少しずつ産業分野での交流というのも広がってきておりまして特に最近ではあの京都マラソン先ほどスポーツのお話ございますが、まあ、そういったところでも姉妹都市招待枠というのを設定をあのスポーツの方で考えていただいて少しずつあの広がってきており,おりましてそれを引き続き広げていく必要があるというふうに考えております。田委員たまたまこれあの 次の、ね、岩沢委員の質問もあって、多分大学政策が来てると思うんですけどその、例えば留学生なんかね、たくさん海外から来てると思うんですけど、そのあたり、その姉妹都市から来てる留学生で、まあ、何かそういう、まあ、今、コロナ禍なんで集まること難しいかもしれませんけど、いろんな取り組みなんかはどんな感じだったんでしょ姉妹都市の件でございます。 姉妹都市に関するです、ね、寺田議員の問題意識、私も今、共有をさせていただきました。あの本市ではあの、世界文化自由都市宣言に掲げる理念の実現に向けてです、ね、これまで留学生の誘致、力を入れてきてございます。委員のご指摘のとおりです、ね、こうした大学政策の中においても、姉妹都市の関係を意識していくこと、これは非常に重要であると、このように認識をしてございます。例えば、本市ではです、ね、平成27年に、留学生スタジオ・京都ネットワークというものを設立をしまして、オール京都での留学生誘致支援を行っております。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして留学生を取り巻く状況は厳しくなっておりますけれども感染拡大前にはですね留学生スタディー教徒ネットワークが中心となりまして例えばの市内の大学とともに姉妹都市である中国の西安市を訪問いたしまして現地の大学での京都への留学説明会を実施する等の取り組みも行ってございますまたあの現在姉妹都市に所在する大学と市内に所在する多くの大学の間で個別の大学同士ですけれども協定が締結されてございまして交流が進められているというこういう いうような実態もございます現在、コロナ禍において海外からの新規入国が制限されている状況でありますしまた、海外現地での誘致活動これまでのように実施できる状況に戻ってはございませんけれども今後の政策を考える際にです、ね、市内大学の今申し上げたようなリソースというものをこういったものを活用することも頭に置きながら政策を進められるよう関係部署とです、ね、連携をしっかりとさせていただきまして取り組んでまいりたいとこのように考えてございます。原田委員 やはりね姉妹都市ってこれ一番短いプラハでも25年なんですよねで長い、まあ、パリ、えー、63年ボストン62年ということでも60年以上の年が。 二都市もあるとですから、やっぱりそういうね、今まさに答弁あったように、地道なと言いますかね、そういった交流が続けばね、えー、将来的にね、ものすごくこういろんな交流が広がっていくと思うんですね、だから残念ながらそういうことがまあ過去においてあまり積極的になされてこなかった、だから私自身はね、これから特にいろんな国際交流うするのにね、別にその姉妹都市じゃないとだめやとは言いませんよ、ダメだめやとは言いませんけども、やはり姉妹都市を意識する、あるいはパートナーシティや、そうした交流都市を意識しながらですね、やっていくことが、 やはりこう政策として大事だと思いますし、全庁的にですね、そういったことが取り組みが必要だというふうに考えています。で、まああの先ほどちょっと対、えー、南との交流の話もしましたけども、またですね。 あのーまあ、高尾市ですねちょうどその、えー、この高尾市の名前が右京区の高尾と、まあ、同じ字を使ってるということでもともと違う字だったのがどうもその京都の右京区の高尾からその名前があ用いられて100年かな何かなるというふうにもお聞きしてるんですその機会にですねちょうど右京区も90周年ということで、えー、交流ができないかというお話があったと思うんですけどそのあたりどのような状況になってるんでしょうか 西松推進室長、はい、あの今ご紹介ありりまましたとおり高市の関係でごございます、えー、ご指摘あったとおり、あの高尾市とまあ地名が同じということで、ちなんで右京区の方で近年あの、スポーツであったり、観光の分野での交流を深める取り組みというのが出てきておりまして、まあ、あのさらにこれをまあ深めていきたいというようなお話もいただいているところでございます。平田委員 そのあたりですねあの、交流協定をという話も聞いておりますのでしっかりとですね、その辺り、まあ、ただやるからにはですね、さっきも言いましたようにその形だけではなくてね、実際に今言いましたように、まあ、もうすでにもちろんスポーツ等を通じてマラソン等を通じて交流されているんですけれどもやはり今後、多くの市民の皆さんが 参加できるようなですねそういった広がりといいますかその市民が感じられるようなですね交流が私は大事だというふうに思っています。でまたあの そういった姉妹都市とですねいろんなところとの交流というのはやはりその若い皆さん方というのかな、えー、高校生だったりとかで、ね、そういうまあ皆さん方もえ関心がおありやというふうに思いますし、まあ、なかなかきっかけがないんだと思うんですけどねそういった意味では今昔と違ってですねいわゆるそういうあのインターネットの環境もありますんでねさまざまなその交流の仕方 えー、あ,り方とあると思いますし、そういったことをですねチャンネルを多く持って、そして、まあ、申し訳ないけど、そういった交流が広がれば、ですね国際のセクションもあの忙しくなると思いますけれども、前から言っるように、それはこう国際のセクションがこうなんて言いますか、積極的にやっていくというよりも、むしろそうじゃない。 他のところがです、ね、大学生大学政策がしっかりやる中で国債の方うが、まあ、手を貸すとかそういう形がやっぱり望ましいと思いますのでその辺りお願いし,してそして、これ9つの,の姉妹都市がですねやはりその京都にとって、えー、非常に、まあ、私はいずれも重要なあのいわゆるなん言いますか交流都市だといううに思ってますので、まあ、そういった意味ではやっぱり市民の皆さんがお互いですねそういう意識を持ってで当然、先方都市にもですね 京都っていう町を分かっていただかないとダメだと思いますけどもやはり京都の人間がまずは先方の町を分かることは大事だと思いますしそのあたりよろしくお願いします以上ですこの件に関連して他にございませんかなければ次に大学間連携による新型コロナワクチン職域接種の実施について岩澤委員どうぞ岩澤委員 えー、それではよろしくお願いいたします。えー、大学関連携による新型コロナワクチン食育、えー、接種の実施についてということで、あのー、書面でご報告をいただいております。で、あのー、今第5波はですね。あのー、ご存知の通り、この30代20代と、えー、大変。このあのー、お若い方のあの比率がまあ高くなっているとで。まあ1つにはあのー、高齢者の方のあのワクチン接種が。 もう相当程度進んでということであのなってきているというふうにもあの思っているわけです、で今回、この協力大学でのワクチン接種ということで、えー、京都大学の方でですね、えー、実施をされる、えー、学生、教職員さんの職域接種の一部体制を、今、えー、ンソ加盟国に提供いただき、接種を行うと。 ということで、大変あのありがたいなというふうにあの思ってます。で、実施期間がもうすでに7月18日日曜日ということで、えー、何回か行って1回2回ぐらいかな？あ <laughs> の行っていただいてるんですが、あの今現状どのような形になっているか、まずは教えていただけますか？三木大学政策部長 大学間連携による職域接種のの仕組みの関係でございます都が職域接種の仕組みにつきましては国において職域接種の方針が示される以前のです、ね、今年4月に角川市長が大学においてワクチン接種を実施できるよう国に要請する旨を公表させていただきまして市内全大学に対し大学でのワクチン接種実施にかかる意向調査を行うなど事務的に検討を進めています。 まいりましたその後6月に入りまして国において職域接種のスキームが示されたんですけれども医療系学部を有しておらず医療体制を確保することは困難な大学ですとか学生教職員の数が職域接種を行う要件である1000人に満たない小規模な大学など次大学において職域接種を進めることが困難な大学も存在してございました。 このため、大学間連携組織である大学コンソーシアム京都および京都府と連携をし、大学の町京都、学生の町京都のすべての大学が早期に対面授業を再開して学びを推し進めることができるよう京都大学等とのご協力のもとでこうした大学に対して新型コロナワクチンウイルスの初期接種の機会を提供することとこのようにしたものでございます。 今あのお話ございました京都大学医学部附属病院における接種につきましてですけれども先ほど申し上げましたような小規模であることあるいは医療従事者の確保が困難であったために職域接種を申請できていない大学の学生教職員等と職域接種こちらを申請済みではあるんですけれども接種の時期のめどが立っていないというような大学の中で基礎疾患を持っている学生ですとかあるいは留学を控える学生など先行して接種を希望する学生こういった学生に対しまして して7月18日から接種を開始してございます昨日8月9日までの間に府内13大学で約3100人の学生教職員等が1回目の接種を行ったとこのように承知をしてございますこれに加えまして市内大学においてはおよそ20の大学が職域接種を実施することを公表してございまして国の承認がおりた大学から順次接種を進めているところでございます岩田さ はいいああのー、ありがとうございます、えー、しっかりとねこのやっていただいててあのー、特にあの、まあのまこの京都大学においては、まあ、基礎疾患と留学予定の、えー、学生さんたちということですので、えー、しっかりとこの京都市でできることあれば、ですねバックアップしていただきたいというふうにあの思います。であと、あのー、もう一方で、このえー、っとあれですね職域接種で20の大学があの申請しているということですが。 えー、こちらはあれですかね、もう一つあります、この医療従事者の派遣ということで、これ、不立医大の方からあの、この大学に医療従事者、えー、医師と看護師を派遣して行っていただくというようなことですが、この20の大学はこっちの対象というようなことになるんでしょうかね、この辺こちらの方の事、えー、業の、えー、現状も教えていただければと思います。 今申し上げましたあの20の大学の職域接種の関係につきましては個別の大学が職域接種を申し込んで各大学において実施しているものとこのようなものでございまして今先生からご指摘になりました不り追加課題の件とはまた別の話になってございます。ああののののの追加大の医療従事者の派遣につきましては枠組みの方は方 コンソーシアムとの関係を作,って作らせてていいいただいてございます各大学への意向調査等も行いまして、大学の希望を確認するなどの取り組みを進めてきたところではございますが、現状、希望する大学が少ないという状況で、また希望する大学についても、必要とする医療従事者の数がです、ね、京都府立医科大の派遣が可能な範囲を超えているというような関係もございまして、希望に沿える形とならなかったことから、現状はマッチングに至る大学はないところであるというふうに聞いてございます。 はいということは、こちらの方については、えー、一応、こういう体制は取ろうとしてるんですが、なかなか難しいという現状があるということですね、わかりました、あのーまあ、報道の範囲内でしか私もわからないんですけど、あのー、若い方が、あのー、接種をあまり希望されないというような、あのー、こともありますし、まあ、かという一方で、えー、この若者の感染が増えていると。 からあのずっっと言ってますが後遺症はもう本当に心配な部分もあるので決してこのなめてかかってはいけないという,ようなこともあの一方で言われておりますのでできるだけまああの本当にあの大学の街、京都というところの特色をですね本当にあの最大限生かしていただいていると思いますからより実効性あるものを引き続きあのお願いをして若い人たちも早くあのワクチンが。 希望する方については、またできるだけ売っていただけるようにあの、いろいろな体制整備も進めていただきたいということを最後にお願いしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 今先生からご指摘いただきました通り我々もあのしっかりと体制を組みたいというふうに考えてございます本市としましては京都で学ぶ14.7万人の学生の接種機会を確保しましてキャンパスの安心安全を確保することが市民や町全体の安心安全にもつながるとこのように考えてございます今後も大学や大学コンソーシアム京都と,と意見交換を行いながら必要な取り組み進めてまいりたいと思いますこの件に関連して他にございませんか、えー、なければ 以上でで総合企画局を終わります。理事ご苦労様でした。次の消防局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。それでは消防局のリー者ャが参りますのでしばらくお待ちください。 それでは次に消防局関係の一般質問を行います。8月6日までに寺田委員から酸素投与ステーションについて、一般質問のお申し出がありましたので、通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。この一般質問の質,問質疑時間は、答弁を含めて1人当たり10分以内といたします。10分以内に質疑を終了していただきますよう、ご協力をお願いいたします。また関連質問も同様の取り扱いといたします。 なお、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知をおき願います。それでは一般質問を行います。酸素投与ステーションについて、寺田委員、どうぞ。寺田委員。はい、あのまあ、遅い時間まで申し訳ない。あの ちょっと1ヶ月ほど次の委員会が先に延びるんでねあのどうしてもちょっと聞いておきたかったんでちょっと私だけなんですけどあのご容赦いただきたいと思います。まずあの この酸素投与ステーションというのは、この府議会の8月の臨時議会で2億6000万円の予算でですね、えーまあ、実際にこの設置されることが決まったわけなんですけれども、内容的には、えー、搬送先が直ちに決まらない場合に、維持的酸素投与等の措置を行うという、まあ、過小ですけれども、酸素投与ステーションというのを設置するということで、場所が 島津アリーナ京都不立体育館ですで実施内容が、まあ、酸素投与や、えー、投薬点滴などを行うという形で、えーまあ、当然これはですね自宅療養者が、えー、急に、まあ、体調が悪くなった時に119番で、えー、消防の方がですね、えー、なかなか、うん、受け入れさが決まらない場合にこちらの方で えまずはえそのまあ酸素投与や投薬点滴などを行ってですねまあ状況を見てもし改善されればねまたご自宅へ戻っていただけると思うんですけれどもまあどうしてもえ改善できない場合は何とかそこから調整して入院とかいう,ふうな話はお聞きしてるんですけどもまあそうしたことをですね聞く中でえ救急隊の皆さん方もこのえ酸素投与ステーションの 設置にには一定ご協力をされるというふうふ聞きましたまずの消防の方のこのステーションへの関わりをお聞きしたいと思います伊島警防部長、はいえー、消防局に対しまして、京都府の方から、えー、救急資格を持った消防職員の派遣要請が来ております。 で具体的には、この酸素投与ステーションにおきまして、入院コントロールセンターとの調整に当たったりであるとか、患者さんとの,の観察の補助などを依頼されているところで、消防局としては派遣する方向で検討しており、体制や役割等については、現在、詳細を詰めているところでございます。 まあ今、非常にです、ね、あの京都もこの感染者が拡大してきてです、ね、なんとか入院がギリギリの状況であるというふうには聞いてるんですけれども、ともすればです、ね、今後、えーまあ、こういった産床ステーションが緊急にやはりこうニーズが高まってきそうなんですけれども、これ、解説はいつ頃とか、何かそういった話し合いというのはできているんでしょうか。飯島部長 はい、えー、京都府さんからは、えー、お盆明け頃の、えー、解説を予定しているというふうに聞いております。以上でございます。平田委員まあもちろんね、あのー、まあその。 この酸素投油ステーションがそのどんどん活用されるようではねやはり良くないと思いますし極力、ですねやはり私は基本的に自宅療養というのは本当にもう軽症というんですかね、もともとで言うたらそんなに熱も出てないしと言いますかあの陽性は陽性だけれどもほとんど自覚症状ない方はね自宅療養でいいけれどもやはり体調不良の方はね基本的にやっぱりあの入院。 するべきだと思いますし。しまあ、それがどうしても、うん、まあ、できない場合でもですね。療養ホテルが、えー、いいと思ってるんですけども、ただそう。どちらもなかなか難しいような状況で、かつまあ自宅でですね。療養してて、えー、急に体調が悪化された場合、まあ、それがすぐに入院できればいいんですけども、今の状況を見てますとですね。なかなか難しいとそうなってくると、このまあ、この酸素投与ステーションですね。私自はやはりちょっとこう。急いでですね。 解説をしないと、まあ、今、予定ではお盆明けという話なんですけれども、24時間体制ですからね、別に土日休みとかじゃないんで、そういう意味では、あのなんとか京都府とお話をしていただいてです、ね、少しでも前倒しの解説というのが必要かと思うんですけども、いかがでしょうか。飯島部長 はい京都府産の方からは現在、の機材の搬入やこう電気の配線工事などを進められておりまして、まあ、あの8月の今週の半ばぐらいにはそれは完成するとでその後一定のリハーサル等を行った後で、まあとで盆明けの運用開始ということで、まあ、現在でもまあ急ピッチに進めておられるというふうにお聞きしております。以上でございますまあもちろんねあの 安全なことが大事ですし、その急いでですね、あの何て言いますか、ミスが起きたら大変なことになりますけれども、やはりですね、そして今週半ばには工事が終わるということであればです、ね、なんとかそうしたリハーサル等もあの、まあ、頑張っていただいてね、一日でも早い解説をしていただきたいと思いますし、まあ、できることならですね、まあ、慌てて解説したけども、あんまり使われへんかったなというのは理想なんですけれども、まあ、これ、書いてありますとは、えまあ、最初は8章ですか、でスタートして、 場合によっては増やさざるを得ないといいとう形だと思いますでこれ、あのまあ、最大30床前って書いてあるんですけど、この病床が増えていく場合ですね、これはやっぱり派遣の、まあ、消防協議に対する、その,辺のどうなんのニーズといいますか、まあ、病床が増えたら、もう少しお願いしますになるのか、いやいや、それはもう増えたら、あとは京都府の方でやりますと、最初に来ていただいた方でこう回していきますなというのがそのあたりのところなんでしょう。 京都府さんともあのまだちょっとそこまでの話は、えー、現在できておらない状況です、あの消防局としても、まあ、あの24時間、えー、ずっと職員を派遣すること、大変なんですけれども、ここはやはりあの市民、えー、府民の一大事でございますので、消防局としてはできる限りの協力をやっていきたいというふうに考えております。 やはりねそのあたり、あのー、私もそう思います、非常に大変なことだと思います、ただ、まあそれ大変な状況であってもね、ねなんとか京都府がねこうして開発するものを、京都市の消防局がしっかり支援していくということは、ね、私はやはりそれがまさに、不思協調の言いいしだと思いますし、まあ、そうしたことをですねあのー、まあ、なんとか市民の皆さん方の、あのー、安心のためにもね、 あの早くそしてまあできることやったらこの酸素投与セーションがですね一日も早くまあこれで撤収できるねという日が来るのがまあ一番いいんですけれどもねその辺りというのはまあ 状況を見なながらしてていいいくくことになっていくとっ思いますそれと、まあ、もう一つは、やはりあの救急の体制もですねあの、まあ、今、そこまでいろいろとお聞きすると、まあ逼迫していないとは聞いてますけれども、これは本当に厳しい状況になってきてます、そうなってくると、ですねやはりあの市民の皆さん方にも、まああの逼迫していくと、ですね119番してもですねなかなか、まあ、すっと入院がかなわないケースもあるということもね。 やはり分かっていただかなあかんと思いますし、まあそのあたり京都府ともしっかり連携していただいてよろしくお願いしたいと思います。以上です。ご苦労様です。えー、なければ、えー、この件に関連して他にございませんか。すみませんな。よろしいですか。<laughs> なければ以上で消防局終わります。理事者ご苦労様でした。 委員の皆さんはしばらくお残り願います次回の委員会でありますが9月13日月曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いします以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんご苦労さまでした